日曜日、名古屋球場には早朝から多くのファンが。どれぐらいから出してたんですか？5時。翔平さんの最後のバッティング守備。どちらからいらっしゃるんですか？札幌です。笑顔で終わってほしい。終わってほしいです。勝ってほしいです。うん、ただのー。3300人を超えるファンが詰めかけたファーム最終戦。その初回、いきなりファンを沸かせたのはビシエド。ライトオーバーのタイムリーツーベース。最終戦でも頼もしい一打を見せます。4回には現役引退を表明している砂田がマウンドへ。センターフライに打ち取り、11年間のプロ野球人生にピリオドを打ちました。その裏には同じく現役引退を決めた加藤翔平。ヘッドスライディングで内野安打。最終戦で見せたらしいプレーにファンからは大きな歓声が送られました。そしてさん大きな拍手とともにマウンドに上がったのは、13年間ドラゴンズのブルペンを支えてきた田島陣こと田島。ストレート1球で打ち取り、名古屋球場に別れを告げました。本当に厳しいこともあり、その声援のおかげでやっぱり日本がもう一度やらなきゃいけないなという気持ちになってしまいました。ありがとうございました。大好きな手を手が今で取れたやつ、最後の気持ちが本当に楽しかったです。今ここにいる高い選手たちが中心になった時に、近い将来ドラゴンズとマリーンズの日本シリーズを見れることを期待しています。今までありがとうございました。そして最後はここまでチームを率いた井上二軍監督の言葉で最終戦を締めくくりました。明るい形で試合の終わりという形で選手してきましたけど、それを皆さん選手みんなすごく自分を取りました。そこに関しては、今後は選手たちに20万円を賜られております。それからも目指して、これからも頑張ります。2024年、応援どうもありがとうございました。